于秀，那可是打死蛋蛋的郭坚呐！不要说蛋蛋死了，还得说蛋蛋活的旺着呢。不说蛋蛋死了，你别问那么多了。 吃饭，不吃白不吃。你还有心思吃饭呢？你现在就想着报仇逃跑是不？你不想啊？那你咋就不想想小日本为啥不杀了咱俩？我想了，但是我想不出原因来。你使劲想，云秀，你说。 他们不会逼着我们俩作为安抚吧？啥叫慰安妇？你平时也不知道看看报纸，就是逼着咱俩跟鬼子睡觉。这他咋逼呀？大不了老娘一头撞死呀！到时候就怕你想死都死不了，咋办？ 你咋想的这么简单呢？哦，天底下那么多女的，人家非跑到陕西境内啊，让咱还打死那么多日本鬼子，咋是因为咱俩长得好看啊？就算是当慰安妇，碾子沟，人家就把咱俩给收拾了。你说的也有道理。那你说为什么？ 咱先吃饭，没心思吃。你就想，死去那么多人，咱喂他们吃，啊，小云。 日本鬼子可不相信眼泪，郭坚弄死了蛋蛋，这黑牛跟我没结婚几天，也没了，我这心都碎了。可是碎了又能咋样呢？只能收拾了日本鬼子，我这心才能合上，这眼泪啊。 才能往下流。小月，虽然我不知道这鬼子为啥不杀咱俩，但他不杀肯定有不杀的道理。所以呀，咱俩得养精蓄锐，以不变应万变。 知道，现在情况怎么样？也不知道发生什么事了，怎么一直都联系不上呢？你也别想那么多，我相信云秀的智慧。智慧？这智慧一旦碰上子弹，哎，别说这么不吉利的话。哈哈哈！哈，卡克桑，古い友人を。 軟禁したそうだね。確かに古い友人です。この尹秀という女は一筋縄ではいきません。様子を見なければ。ですから我々も強く当てられません。以前君は思案で尹秀の子を殺したと言っていたが、この世で最大の愛は母性愛と言いますが、しかし女は
お家の繁栄や家の名を代々残すために次々と子を産みます。一人を失えばまた一人産む。しかしまず一つ保証しなければならないのは彼女ら自身が生きていることです。尹州が共産党ではない以上国民党でもない。だから彼女は生きているだけでもう満足なんです。うまく懐柔したな。はい、思い知らせるんです。我々がいればこそ彼女が生き続けられること。しかし我軍の兵に夫を殺されそうやすやすと案内を引き受けるか。おっしゃる通りです。我々は3年も会っていない。3年の間何の連絡もしていません。私もわからないことがあります。ですから彼女と話したいのです。彼女の底に触れ今の状況や考えを探ります。君に任せる。はい。来尹秀，快跟你妹在里边坐。坐坐坐坐坐。坐坐坐。来，尝尝我们这儿的枣，特别有名，特别的甜。你这都不像军人住的，这跟家一样啊。哎，已经很不容易了，就想让自己住的再舒服一点。国姐，你容我问你一句你不爱听的话，你说你咋就跟日本鬼子当汉奸了呢？我就知道你得问我这句话。我也有我的难处。你说实话，在西安那会儿我对你咋样？好，特别的好。你说你把我们家蛋蛋都吓坏了。尹秀，关于蛋蛋的死向你道个歉。呀，你胡说啥呢？谁说蛋蛋死了？尹秀，当时吧你也是把我给逼急了，所以我才朝蛋蛋打了两枪。狗屁两枪呀，看来你真是个讲情义的人。你别紧张，你快坐好跟你解释啊。那天在西郊坟场，蛋蛋突然倒下，我也以为蛋蛋中枪了，把我吓得赶紧跑过去。一看，蛋蛋不但毛发未损，还笑嘻嘻地瞪着我呢。原来啊，是那个发报机一爆炸，他高兴地跳了一下，被石头一绊，摔了一跤。就摔了一跤？可不摔了一跤吗？哎呀，你想想。